さあ、明日のレンコンを皮を剥きます。こちらをすりおろしていきます。レシピには書いてないんですけど、しょ、ちょっと全部書いてみて、さあ、もう取っていきます。
ちょっと楽しみかな。盛り付けといってもね、結構しっかり焼き上がってますよ。十分でしょう。